はいどうも皆さんこんにちは、ワドです。今日はですね、2018年4月の5日14時7分です。岡山に着きました。いいね、なんかこう空気が違くていい感じです。岡山楽しんでいこうと思います。皆さんよろしくお願いします。みんなも楽しんでいってください。よろしく、楽しもうね。久々の旅配信なんで、映像と音声どう？ぬるぬる？ぬるぬるですか？どうですか？ぬるぬる動いてますか？大丈夫そう？着いた着いた、今バッチリです。到着しました、お疲れ様です。今到着したところです。新幹線、あのグリーン車、あれだよ、あのダチョウ倶楽部の竜兵師匠がいたよ。すごかった。やっぱグリーン車違うね、芸能人乗ってるんだね。ちょうどね、天気も良くて。タバコ吸いますか。まずはね、駅降りたら一服が定番なんで、楽しみましょう、みんなで岡山を。ぬるぬる？携帯税もパソコン税もぬるぬる見える？大丈夫？ねえ、新天地だから、あとは岡山リスナーがねこの辺を教えてくれないとね。おお、サプリさんいらっしゃい。サプリあれだね、配信見かけるようになったよ。イケメンなんだね、すごいね。配信内容まで見てないけど顔は見てさ、あ、サプリだと思って。バッチリ了解です。いいね、岡山電波いいね。楽しみましょう。すごい都会だね、なんかいい感じの街ですね。楽しみましょう。なんか電波悪くなったり音声途切れたりしたら教えてください。テロップ変更忘れてる？あ、オッケーオッケ滞在はいつまで？滞在まだ考えてないね。いつまでか。ちょうどここは見えるね。ピーカンでよかった、ピーカンで。新幹線でずっとネットサーフィンしてたね、結局。ネットサーフィンずっとやってた。7000円で、あの全然違うんだね、席がね。高い方乗ったよ。すげえ迷ったんだけど7000円違ってた。姫路に住んでるんだ、ゆうちゃんは。姫路どれくらいなの、車で。
土地勘がないから全然わかんない。遠いのか近いのか。1時間ぐらいなんだ。カメラの色合いがちょっと暗いな。設定変えさせて。これでいいか。若いんだからいろんなとこ旅すればいいんだよ。自転車でどこでも行けるっしょ。若さは武器だよ。じゃあ行きますか。さてどこ行く？みんなどうしようか。まずはでもさ、不思議だよね。7000円違うってすごいよね。7000円、普通車が16300円なの。普通車が16300円で、グリーン車は23300円だけど、もうせっかくの人生初のさ新幹線だったから、やっぱり経験を7000円で買おうと思って。出費はでかいけど大事じゃん。知らないことより。昼食っていうかね、弁当食ったね。なんかあの鮎のます寿司食ったね。こっち側が栄えてる方なのかな。商店街あるからちょっと見てみようか。商店街の真ん中歩いてみます。生まれて初めてだった。で、グリーン車乗ったね。みんなお金持ってそうな感じだった。あ、これがあれか。待ち合わせの噴水だ。これだ、多分。桃太郎の銅像あるよ。桃太郎の銅像がある。これだ、すごいね、噴水ね。多分これでしょう。待ち合わせの噴水って。綺麗だね。丸い球体の噴水でさ、バーって。いいね。あ、これ気持ちいいや。いいね。ダイブしません。ダイブはしません。いいね。子供がいっぱいいていいね。いい街だね。綺麗だわ。岡山駅結構でかいね。思ったより栄えてるな。5年ぐらい前に来たことあるんだ。え、いいよ。なんかね、意外だったのがね、あの白人の外人さんばっかりだったね。新幹線乗ってるのが白人の外人さんばっかりだった。観光に来てる人新幹線乗るんだね。なんかパッと見た感じ3分の1ぐらい外人さんで、びっくりしたな。岡山県民リスナー現れないね。
岡山のねリスナーさんがいないとね、どこが名所なのかわからないからね。ああ、そうなんだ、新幹線乗り放題なんだ、いいね。てか俺びっくりしたんだけどさ、新幹線って博多まで通ってるんだね。もう知らなくてさ、九州って繋がってるんだと思って、あれはすごいびっくりした。東京から九州まで行けるんだね。なんかワンワンが新幹線で行ってたからびっくりしたんだよね。そういうのがあるんだと思って。後楽園っていうところがあんの。ゴン太郎さんいらっしゃい、案内しよう。今ね、あの岡山駅前商店街行ってみようかなと思って。いいね、外人さん乗り放題の新幹線のチケットはいくらぐらいで乗り放題なんだろう。上島竜兵さんにでも生で見れたのはちょっと感動したな。3時間、あのね、俺間違えて乗っちゃったんだよね。東京駅まで行っちゃって反対側に乗って焦って、うわーと思って、また発達障害出たわと思ってへこんでて、でこれ2万3000円パーかなと思ったら、あの大丈夫ですよって言ってくれて、席次乗ったやつで乗り換え大丈夫になって、そう、それで3時間20分だね、3時間20分それくらいかかったかな。でもまあ岡山に来てね、3時間20分で来れるっていうのはまあまあいいんじゃないかな、悪くないと思うよね。今日はちょっと涼しい感じだね。こういう感じなんだ、片側だけなんだね商店街。八幡村あんの、行ってみたいね八幡村ね。ゆず聞かせてもらえたね、正直に喋ったら、うん、いや全然都会だね、うん、ビッグカメラがあるでしょ、サウナカプセルホテルがあって、パチンコ屋があるでしょ、うん、カプセル宿泊3500円だってすごい安いよ。岡山で配信するって珍しいんじゃないかな、配信者誰かいんのかな。岡山で誰か有名な配信者知ってる人いる？岡山、あ、ご隠居さんね、はいはいはい、観光しましょう。でね、待ち合わせが何時って言ってたかな、ね、こんにちは、生放送です。おー、 YouTube？ YouTube じゃないんですけど、 YouTube もやっていて、はい、 YouTuber ですか？ YouTuber、まあ、でも、はい、あんま人気じゃないですけど、生放送の方がメインなんですけど、はい、はい、どこから来たんですか？僕今東京、新宿から来たばっかりです。来たばっかり、はい、到着したばっかりなんですよ。なんで岡山なんですか？岡山で知り合いの社長さんがバーを出したっていうことで、そこで生放送で宣伝してもらいたいっていう風にお願いされて、で初めて来たんですよ。でたった今着いたところですね。へえ、はい、こうやりながらこう今から行く、そうですね、どっか行こうかなと思ってプラプラ商店街見えたんで、お城、はい、いいですよ。お城あれ近いですか？うん、15分ぐらいで行く、はい、15分ぐらい、テクテクテク、もうずっとまっすぐです、はい、ずっとまっすぐ永遠ひたすら、はい、何されてるんですか、お姉さんは？僕ね、スイーツをね、移動販売限定でやってるんですよ。へえ、何があるんですか、美味しいスイーツ？めっちゃ前で持ってきたっすよ。はい、いいっすか、カメラ撮って。いい、全然いいっすよ、はい。じゃじゃん。じゃじゃん。何があるんですか？洋菓子も和菓子も両方あるんですよ。はいはいはい。じゃじゃん。スイーツ？へぇ。洋菓子は、あ、映していいですか？全然いいですよ。はい、うわ、すげえ。へぇ。これは何なんですか？特産品かなんかなんですか？そうです。はい。でね、食べ歩きとか、はい、まあ、お土産用もあるんですけどね。はい。まあ、つまめるんだったら、これが一番いいかもしれないです。あ、それいくらですか？これ500円でいきます。あ、じゃあ500円で、ちょうど1個いただけます。うん、手作り、お兄さんが作ったの？あ、職人さんです。僕、売る人です。へぇー。あ、じゃあこれ、500円で買ってみようと思います。あ、3つ入りちょっとお得なんですけど、どっちがいいですか？あ、3つ食べれないです。か、はい、まあ、バー行かれるんやったら、なんか手土産で、これ、はい、最後に買うんで。それはいい。か、もうこれ。はい、チョコレートです。
チョコレート。あ、はい、いや、1個でいいや。はい、いいですか。ありがとうございます。いいっす。じゃあまだまだですよね、バーやったら。バー、そうですね、夕方の5時ぐらいに集合なんで、ちょっとお兄さんがおすすめの、あ、行ってみます。まあ、後楽園、後楽園と岡山城が、はい、岡山城、まっすぐ行ったら着くんですか。うん、両方あります。へえ。結構毎日やられてますか。僕も毎日配信やってます。ふわっちっていう、ひらがなでふわっちっていうので検索すると、このアプリが携帯でダウンロードして携帯電話で見ることができるんですよ。へえ、すごいわ、もう初めて会いました、そういう人。何してるのかよって、はい、こうやってやってるから、はい、パソコンを、はい、あ、そうまでいいです、大丈夫です、はい、食べながら歩くんで、ありがとうございます。食べながら歩けます？大丈夫です、大丈夫です、もう慣れてるんで、すげえ、これいただこうと思います。お兄さん頑張ってください。あ、ありがとうございます。はい、どうもです、はい、お気をつけて。はい、失礼します。京都って書いてあるね。京都の、おたふく庵って書いてある。京都おたふく庵って書いてある。じゃあ行ってみよう。あ、冷たい、ちゃんと冷えてる。まあいいよね。いや、もうね、やっぱ食っていくためにね、ワンチャン一期一会だから。京都か。岡山来たのにいきなり京都か。まあいっか。いや、書いてあるんだよ、京都おたふく庵って書いてあるの。500円って。まあいいよね、なんかね、行商で。おいちゃん、こんにちは。うん、岡山来て京都の菓子で、いやー、いいね、マッサージ。あ、でも東京と値段変わんないな。はい、どうもこんにちは、楽しんでって。サングラス売ってる。なんかほんと昔ながらの商店街って感じ。でもなんだろう、片側がね、工事中なんだよね、片方しかやってないね。みんなこんにちは。案外栄えてるよね。じゃあせっかくなんで和戸散歩、街の人のご意見は参考にしたいんで、あそこ、そのお城に行ってみましょうか。賞味期限見た方がいい。4月の8って書いてあるから、3日、大丈夫だね。4月の8、でも冷えてるよ、ちゃんとドライアイスかなんかに冷えてるよ。ああ、岡山ぜひぜひリアドしてください。こんにちは、みんな。え、それは何、お城っていうのは何があるの。後楽園っていうの。後楽園って言ったら東京にもあるよ、歩いてすぐだって言ってたけどね。ああ、徐々に良くなってる、体調良かった良かった。うん、はい、みんなこんにちは。岡山ね、何日いるか分かんない。あ、いいね、着物売ってるよ。あ、着物屋さんがあるよ、いいね、着物。え、これかっこいいんだけど。え、このジンベイ1万円、サムエ1万円。え、超かっこいい、この緑のサムエ、かっこよくない、サムエ1万円、これいいな。2日、明日もいるけど、明日、明後日ぐらいまでいるのかな。お寿司屋さんもあるね。あー、いいね、なんだろうこれ、何の銅像、銅像がやたらあるんだけど、あれ何かな。あそこで食べる、あの銅像誰だろう。あー、いい、桜まだあるよ。何の銅像これ。そっかそっか、いっちゃん体調良くなって嬉しいよ。これはね、福なんとか、これ有名な人なの、この銅像の方は。まあ、銅像が立つぐらいだからね、相当いい感じなんだろうね。うわ、いいよ、桜が。あ、川がね、町に川が流れてるっていうのがまたいいな。川、あ、桜見ながら団子食うか。ね、桜見ながら。桜見ながら団子食おう。いいね、こういう。うわ、ここいいじゃん。こういうのたまんないよな。川が流れてんだぜ。お花見と行きますか。お花見ワドちゃん、よいしょ、ありがとう、アイテムありがとう。お花見しようぜ、お花見。じゃあね、岡山に着いたんで京都の団子食べようと思います。
画質いいよね。こういうの旅配信のやっぱこだわりだよね。あの前よりもバージョンアップしてコメントがつくようになってるからね。ここも見どころでしょ。みんなでログ残そうぜ。コメント盛り上げてね。いただきます。京都のおたふくあん500円で買いました。いただきます。行ってみようね。いただきます。うんうん、うまっ。桜がいっぱい。桜あん、うまい。うん、カフェありがとう、アイテムありがとう、ハートありがとう。うまいね桜あん。ねえ、いいね。いいね。旅だよ旅。もう川がいいよね。もう町に川が流れてるっていうのはすごい素敵だよ。うん。天気もね、曇るかなと思ったんだけどよかったよ。リアツ通何時までとかないよ。バンバン来て、放送回ってるうちにバンバン来て、うん、神田川はディスらないでください。僕やっぱリバーサイドに住んでるんで、リバーサイドに住んでるっていうのがやっぱ成田市民の誇りなんですよ。地元に帰ったら、お前今どこ住んでんのって言ったら、リバーサイドって答えてるんで、ちょっと神田川リバーのことをディスすんのやめてください。唯一の僕のプライドなんで。うまい。もう一個行くか。やっぱ、成田シティに住んでるキッズたちは、やっぱ神田リバーに住んでる和道のことをレペゼンなんで。うん、桜綺麗だなおい。でもなんか商業施設つ、あ、スケボー兄ちゃんいる。うん、いいね。まあ桜が残ってていいね。家から出られないの、なんで。あー、子供か。和どこ元気なの、和どこ。和子は元気なの、和子は。ねえ、こんな時一眼レフとかあったら最高なんだけどね。なんで、ちょっと肌寒いかなと思ったけど、太陽がいい感じですよ。あ、和子元気よかった。うん、うまい。ゴミどうすっか。これね、リュックがね、不便なんだよね。この辺に挟んどくか。喉が乾くな。喉が。半袖で全然いける。俺は寒さ耐性めちゃめちゃ強いから。いい感じだよ、ほら。見てよ。もう、川がさ。いいよね。こうバーっとね。
いいよ、街歩いて5分でこんな感じだからね、素晴らしい。こういうの大事だよね。なんか都会だね、思ってたよりね。半袖はどっちなんだから。よっしゃ、城見に行こう。桜咲いてる咲いてる。今日が最後じゃないの？なんか雨降ったとかなんだとか言ってたから。青ですね。うん。ねえ、いい感じだよね。なんかこう街、街の良さを引き出していきたいよね。岡山行きたくなるようなこう雰囲気を。バンバン出していきたよ。倉敷はね、なんかすごいらしいよね。なんか倉敷連れてってくんねえかな、リスナーさん。車出してくんねえかな、誰か。倉敷連れてって、倉敷。わ、なんかいいな、地元のラーメン屋さん。これたまんないよね。うん、まあ見られるわな。あるあるだよね、外配信あるある。絶対振り向くっていうね、通行人が。そりゃ見るわ。あ、でもタワーマンション結構あるぞ。リアドツアー俺がいるところ、やっぱ見られるね。裸祭り、裸祭りってあんの？それ大丈夫な、裸祭り。はい、わざつー、ごめんなさい、地方配信あるあるです。電波なしですね。Wi-Fi 切り替えました。これがあるから怖いんだよね。ごめんなさい、たくみさん編集点作っちゃってごめんなさい。たくみさんが多分この放送つなげてくれます。電波が切れました、申し訳ないっす。これがあるから怖いんだよ。商店街離れた瞬間電波切れた、申し訳ない。はい、わざつー、エンビーいらっしゃい。田舎はこれがあるから怖えんだよな。電波の容量が持つかどうかちょっと不安だな。はい、リンリンドンさんいらっしゃい、わたつ。さて、ここまっすぐ行くとって言ってたよな。まっすぐ行くとって言ってたよね。入っちゃうよね、電波がなかったらね。ただの変な人だからね、困るよね。スナック通産省ってすげえ名前だな。スナック通産省って、これなかなかいいネーミングセンスだな。行ってみたいね。金魚鉢さんいらっしゃい。なんかね、至る所に銅像があるの、なんでなんだろう。あー、でも街並み綺麗だな。すごく広くていいよ。広くてビルもあって、なんか東京もこれくらい広かったらいいんだけどね、規模がね。これくらいの幅があって、なんか北海道にちょっと似てるかな。なんか行政の区画整理が成功してる感じだよね。電波が不安だよ、電波が。アドバンスモードっていう新企画がね、駅前だけだったね。 LTE 繋いでんだけど、 LTE が7ギガ制限あるからな、ちょっと怖えな。頑張らないとね。気合い入れていきましょう。もうこの電波の神様に好かれるか嫌われるかはもう運次第なんで。あー、路面電車ある。路面電車通ってるよ。あー、ここにもあるね、ブライダル。結構岡山都会だね。なんかいい感じだね、いい感じだね。最近全然歩いてないかも、荷物が重い。岡山ね、全然違うよね、イメージとね。ちょっとびっくりしてんだけど俺。
や岡山いい感じでしょ、楽しいよね、どうなるのか興味津々だよ。なんだろうあれ、電波塔かな、あれテレビ局かなんか、なんか電波塔があるから多分岡山テレビとかそんな感じじゃないかな。これくらいね空が開けてるいいんだけどね。路面電車いいね、路面電車いいわ、住みやすそうだわ。でもね意外とね、なんか街中歩いてるとね若い人が多いんだよね、子供とか、なんか子供がこう遊んでたり笑い声がする街っていうのはいい街だよね。あーでも向こうの方までビルだよ、全然ビルだよ、ビルっていうかなんか高層タワーではないけど、でもこれとかすごいよね、これタワーマンションだよね、なかなかの、これ結構なタワーマンションじゃないの、多分岡山で最も勝ち組が住んでる家なんじゃないの、わかんないけど。チーズまあまあ好き嫌いではないかな、チーズ嫌いじゃないよね、いい感じだね。なんか岡山って言われてもね、なんかわかんないもんね、行ってみないとやっぱ全然違うよね。いやこれ岡山で一番のタワーマンションでしょ絶対、見た限り一番高いマンションでしょ、違うのかな、笑ってるけど多分そうだと思うよ。新宿まあ緑多いよね、うん、でもねやっぱねギュッとしてて住みづらいよね。岡山で一番いい感じ、おおすげえな、路面電車大丈夫かあれ、なんか整備してんの、老朽化が半端ないんだけど、ダメでしょガチャガチャ言ってるよ、ダメでしょあの路面電車絶対整備してないでしょガチャガチャ言ってるよ。まあそれも含めてね、すげえなガチャガチャ言ってるよ、大丈夫ガッチャガッチャ言ってるけど、あそこ、え、あの、あそこあんま住んでないの、古美術、お、骨董品屋さんだ、うん、そうだよね、機械的な遊びが多かったよね、なんかなんかネジ5、6本足りない感がすごかったよね。え、交番の警備、あの警察官の人がなんか服が変な色なんだけど、え、岡山のなんか交番の服の色変じゃない、警察官の服の色、いや今着いた、さっきの枠はついてからすぐ放送したよ。全国統一はなんか、なんだろう、クリーム色のワイシャツ着てたよ。クリーム色ね、岡山県民ここを映せっていうの教えてよ、岡山ここ推しだからみたいな。てかね、なんか知んないけどね、銅像がめちゃめちゃあるんだよね、謎の銅像推しなんだよね。儲かってんのかな、行政が金あんのかな、やたら銅像作りまくってんだよな。お城、まあまあお城行こうかな、あこれか、これがあのさっき言ってたお城かな、あすごいね、あやっぱお城いいわ、いいなあ、いいなあ、お城は
すごいよ。あ、これか。あ、これはすごいわ。あ、これ東京じゃ見られないわ。見えた見えた。これでしょ、さっきお兄さんが言ってたの。へー、あの上の方に殿様がいるんでしょ、住んでて。通天閣って言うんだっけ。おお、やっぱすごいね。おお、これ見応えあるわ。やっぱね、こう紫色っていうのがなんかこう江戸って感じがするよね。江戸時代っていうか。いいね。これ何？ところで、ところでこれ何？それはさておき、これ何？付箋ありがとう。丸いね。これ気になるよね。これ何？この建物シンフォニーっていうの、これこれ岡山県民はシンフォニーのところっていうの俺らは一体何がシンフォニーなのか全くわからないんだけど、説明ちょうだい。あ、天下だねこれ。完全に天下だねもう名前は俺らが決めるから、うん、これ俺ら天下って呼ぶから今後。何シンフォニーって、何なのこれは。これ何やるところなの。このままだと岡山県民さんが説明しないと俺ら天下って呼ぶよ。コンサートとかができんだ。いや、ディスではないよ。俺らの独断と偏見でどんどん名前つけていくから、説明していかない限り。うん、ハートありがとう。コンベンションホールみたいなね。それをシンフォニーって呼ぶんだ。ああ。なんかね、やっぱ全然空が全然広い。はい、私。中山下。うん、中なのか山なのか下なのかね。お前の彼女、中の下だなって言われてる気分だわ。中山下って言うんだ。地名か。うん、あ、はあ、はあはあ、なるほどなるほど。岡山シンフォニー美、なんだ、読めねえな。まだ1年しか住んでなかったら分かんないよね。え、ちょっと待って待って待って。こんな近代的なのもあんのちょっと待って。さっきとギャップがすごいんだけど。さっきガチャン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 って言ってたけど、なんか超近代的なの走ってんだけど、何これ。どういうこと？さっきのガチャンガチャンとのギャップがすごくて、今すげえかっこいい音で止まったの。キューって止まったの。なんだったの？さっきとのギャップ。当たり外れが半端じゃないんだけど。これ近未来的すぎない？なんでこんな違うの？それはこっちに金かけて、さっきの方には金かけなかったんだ。いや、笑うっしょ。さっきガチャン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 って言いながらさ、来たのにさ、すっげえ近未来的なの来たんだけど。振り幅でけえな、なんか。なんか、そうだね。おう。田舎とさ、あの都会のさ、融合って感じだよね。近未来の方乗りたいよね、近未来の方。都電荒川で、あ、都電よりも全然遅いでしょ。何あれ、スカイライナーみたいな。超かっこいいんだけど。物を大切にする街。あ、いい解釈だね。ハンバーガー屋さんがすごい美味しそうなんだけど。神戸ビーフって書いてある、神戸ビーフって。なんかでもいいよね。古いものも残しつつ、新しいものも大事にする、すげえ大事だよね。時間帯によって決まってんの？時間帯によって。え？え？信号無視バンバンしてるんだけど大丈夫？え？岡山地方裁判所、ごめん、今どこ歩いてるか全くわからない俺。とりあえず向こうに歩いたらお城があるって言われたから、向こうを歩いてるだけだわ。全く分かってないよ。
どこなのか全く分かんない。駅から商店街まっすぐ歩いてる、そしたら何かがあるらしいよ。何かが、後楽園だね。後楽園ホテルのビュッフェ安っ、1000円で食えんだって。あ、なんか急にいい感じになってきたな。もう少ししたら岡山市民館市民館が目印なの。でもね、なんかいいね、こう若者が元気でいいよ。若い人がね結構笑ってて、子供もニコニコしてるからいい街だよ。いい街、みんな元気だよねえ、みんな元気。あー、いい感じだな。なんだこれ、いいよいいよ。なんか見えてきたよ。わーわー、なんかいい岡山城が見えるの、こっから。いいな、駅から歩いてすぐ城っていうのがすごいね。なんかでもいいね、こう、ここはもうお城入ったのかな。お城入るっぽいね。なんかね、行きますか。おお、なるほどね。川挟んで向かいにあるね、あの橋を渡るってこと。なんかね、若い人がすごく多いし、子供がよく遊んでるし、今日平日だよね。城見えねえけど、なんだこれ、お堀、川で城を守ってんのかな、どうなんだろう。なんか、あ、あった俺ここに城があると思ったの。やっぱ城ってすげえなーって。攻められないようにね、こう川で鉄壁の守りだ、すげえと思ったらあそこにあったんだよねダメでしょ殿様、ここに建てるべきでしょ殿、城はここに建てて鉄壁の守り感出さないといけないのに、普通にあそこにあるの普通にあそこにあるんだけど、あれ簡単に攻められるよ。こっちでしょ作らないといけないの。なんかしかもなんかちょっとでかい、ちょっとでかい家ぐらいな感じがいい感じなんだけど、ヤンキーすごいんだ。へえ。な城っていうか、これ城な、なんかすげえ可愛いんだけど、なんかね、通天閣を見た時の衝撃に似てるんだよな。なんだろう、あの城わかる？なんか伝わるかな。なんかね、ぴょこってロハコさんの方がでかいんじゃないかなって思うよ、こっから見てる限りだと。ロハコさんとかサダの方がでかいような気がするんだよね。なんだろうな、あ、ウィンカーダサいんだ、ダメだね。なんかいいね、川が、川も山もあるね、うん、なんかあれ俺一人でも簡単に城落とすそうなんだけど、バールも鶴の神だったら一発であの城落とせるよ。城行こうよ、せっかくだから。鶴の神のバール一本であれ上落するよ、落城か。開けろやーっつって開けらんかいっつってあーいいな、自然の空気がたまんねえわ。おい、風が気持ちいいよ。いや、いいな、おい、いいな、コーヒーとタバコだな。そういえば鶴の神見ないよね。
鶴の市何やってんだろう。これは楽しい。あ、そっか、ご隠居さん岡山ってことは四国めちゃめちゃ近いんだ。電車ですぐ行ける距離なんだ。なんかすげえ体張るなと思ったけど、岡山と愛媛とかってめちゃめちゃ近いのか。だんだん土地感つかめてきたな。愛媛っていうか徳島に入れる感じ。なるほどね、すぐ帰れる距離なんだ意外と。あ、香川まで1時間なんだ。なるほど、四国は、四国配信はやりやすいっちゃやりやすいんだね。え、ちなみにこれは何城なの？これ何城？岡山で新幹線の、しかもグリーン車、普通車両とはね7000円アップだったけど、やっぱ上質を知る男でいたいから、違いを知る男でいたいから、ちょっと無理して高い方乗りました。岡山城なんだ。岡山城、後楽園っていうのは公園のことなの？秋竹城ではないでしょ。え、これは蔵？このちっこいのは何なの？この目の前にあるちっこい方、手前にあるちっこい方は何？いや、グリーン車あれだよ、上島竜兵さんがいたよ。あ、上島竜兵先生だと思った、うん、え、こんにちは。あ、え、今 YouTube を、はい、YouTube っていうか生放送をやってるんですよ。えぇ、はい。お兄さんどっか来れたんすか？新宿ですね。すごっ。はい、今ちょうど着いたところで。 YouTuber の方なんですか？あ、いや、生放送がメインなんですけど、録画とかをあの YouTube に、へぇ、はい、やってるんですよ。今何人見てるんですか？今100人ぐらいですね、リアルタイムで。めっちゃ見てるじゃないですか。いえいえ、全然全然。こう駅前でも見ました？駅前にいました。おぉ、はい、かけられました？声、声かけられましたよ。おぉ、はい。紹介されました？紹介、そうなんですよ。まっすぐ行ったらお城ですよって言われて。お城にもいますよって言われませんでした？はい。お城にもいます？お、いや、聞かなかったです。はい。もう大福かなんか見ました？大福は、5分前に2つ食べました。あの、京都の、何でしたっけ？そう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 。桜のあんこのやつです。え？何でしたっけ？京都の、そう、桜大福と、そう、これ、これ食べました。桜大福でしょ？あ、いや、あの、桜大福の方も食べました。はい、オンリーです。あ、二つ？はい。ありがとうございます。はい。嬉しい。あれ、なんすか、グループというか、あれなんすか、共同経営なんですか？へぇー。すごい。うん。日本各地のスイーツを。はい、日本各地の？あ、こっちの中国地方とか四国にお店が出せてない。はいはいはい。物を持ってきて、メーカーさんのお菓子を契約して売ってます。へぇー、すごい、うん、なるほどなるほど。美味しかったです。うまかったです。もう僕の方はないです。また大福。大福ないです、すいません。あ、大福は売り切れ、うん、チーズケーキならあります。ちょうどそういうの。危なかった、危なかった。いや、逃げるでしょ、もう。チーズケーキやたら押してくるから。チーズケーキ。これは逃げるでしょ。2回、2回だから。逃げるよ。こっちは生主なんだよ。なんか、可愛いんだけど。なんかすっげえ可愛くない？わかる？なんか、豪邸って感じ。わかる？なんか。なんか伝わる？なんか。なんか、あの、なんだろう。すげえ可愛い。何城？岡山城。岡山城行くか。こうやって入んのかな？こっから入んのかな？なんかそう、でっかい屋敷みたいな。なんて言うんだろうな。なんだろう。なんだろう。
なんて言えばいいんだろうな。なんだっけ、俺あれ見たんだよ。仙台の方にあるの、鶴ヶ城だっけ、なんだっけ、白虎隊のやつ。白虎隊のやつなんだったっけ、あの城。すっげーでかいの。なんだっけ、白虎隊の。あれ本当に戦争ゴリゴリやる気の城だったから、なんか城にたどり着くまで半端じゃないの、もう。迷路みたいになってんの。福島の。なんかね、なんかこう、誰も攻めてこないべ、みたいな。なんかすげえ可愛いの。なんか、大丈夫だろう、みたいな。なんか、こう、いや、誰も来ねえだろう、みたいな感じが伝わってくる。会津若松だ、そうそう。なんかね、こう、あんまり守る気がない感じがする。なんか平和な土地なんだなっていう。おー。なるほど。なんか、あそこに、絶対さ、お米入れてたよね。絶対あそこに米入れてたよね。わかる？俺の勘は絶対正しいと思うんだよ。ここに、年貢を納めてた気がしない？ここに、これだから、でっかい米びつでしょ？これ。違うのかな。なんか俺そんな気がプンプンするんだけど。違うのかな。ここに米をいっぱい入れてるんじゃないの。違うかな。それともあれかな、なんか悪いことした子供とかを入れてたのかな。これ何なんだろう。見てみっか。穴蔵、非常量の食料を保存してた。これに、おお、この中に非常用の食料入れてたんだ。じゃあってことはこれ米だよな、やっぱ。あれ、コメント止まってるな。コメント見れてる？あれ、誰もコメント書いてない。なんだろう、コメント止まってんな。なんかコメント書いて。たまにあるんだよな、電波弱い時。ちょっと誰かのコメント消すよ。ごめんね、消すと直ったりするから。あ、こっちが止まってたね、やっぱり。ありがとう。一個コメント消しちゃった。花火いけてるかな。どう、花火いけてる。風船ありがとう。ありがとう、コメント。お米の下りのところ全然な、あれだよ、コメント拾えなかったよ。喉乾いたな。てかこれ城にどうやって行くんだろう。これ城の中入れんの、ちなみに。城の中入れんのかな。中は入れないか、さすがに。いや、俺が削除し、俺も削除できるし、リスナーさんがたまに消したりするじゃん。あれって配信者もできるんだよ。え？中入れんの？お城の中入れんの？マジで？配信回して大丈夫なのかな？
時間帯か。外人さん多いね。よいしょ。和道さん強かった。え、何が？え、お城近っ。もう城着いた。あ、ジュース売ってるな。あー、いいじゃん、庭がある。え、中入れないでしょ、多分。ちょっと休憩しようか。どうもどうも。こっちはね、ちょっと肌寒いっすね。肌寒…あ、タバコ吸える。いいね、白身ながらタバコ吸えるっていいな。いいじゃないか、お城見ながらタバコ吸うか。よいしょ。あー、リュック重い。あー、立つ。よいしょ。うー、パソコン持ちながらだよ。画像綺麗でしょ。うちはね、他の配信者より画質が綺麗なはずなんですよ。それが売りなの、唯一の。公園みたいな感じなのかな。いやー、タバコはいいね。ここでタバコ吸えるっていうのは粋だよね。これはいいわ、うん、なんか平和だな、のどかだね、岡山。なんかこれはいい街だわ。なんかこうのんびりしてて、うん、これいいね。いい景色っすね。最高っすね。お、青じいらっしゃい。なんか最近絶好調だね、 YouTube ライブ。青じいのね、YouTube ライブたまに見てるんだけどね、外人さんがコメントしてて、青じいがね、なんか、フランス語かなんかわかんないけど、英語でね、ギター弾きながら英語でやりとりしてて、めっちゃかっこいいとか思って。あれ何語なの？青じいの YouTube ライブ最高だよ。プロギタリストの生放送、クラシックギター？超癒されるよ。みんな青じいの YouTube チャンネルね、おすすめだよ。いや、そうだね。意外と人いないね。うん。あ、スペイン語なんだ、あれ。へぇ。え、なに、青じい何カ国語喋れんの？あ、そっか。多いよね、やっぱ。うん、写真撮っとくか。写真撮るわ。青じいに勧められたんで。そうだね、ちょっとツイッター用に撮ります。そうだね、そういうの大事だよね。ツイッターアップすか。英語も喋れるんだ、すごいな。あ、ツイッター全然いいよ、全然いいよ。もちろんだよ、俺配信者だよ。これ岡山城だよね。
岡山城で一服なう。よいしょ。さあ、ツイートしたわ。ツイートしました、今撮った写真。そうだね、メモリーを残していかないとね、配信者であるもんね。ありがとう、おじい。大事だよね。ツイッターアップしたわ。あ、インスタ映えしそう、あそこ。あ、センターで撮るのいいな。中庭のところでみんな座って、センターでインスタ映えしてるよ。あそこベストショットだ。ちょっと俺もインスタ映えしていい？ツイッター見んだけど。中庭でドンって座って、インスタ映えしよう。インスタ映え。声聞こえない？声聞こえない？俺の。え、声が小さいってこと？声が小さいってこと？え、声聞こえてるよね？声聞こえてるよね、みんな。オッケー、いや、声聞こえてるよね。だよね。うん。ありがとう、ありがとう。だよね。タムタムさんが聞こえてないよね。多分、電波の問題じゃない。うん。だよね。あ、いいよいいよ、全然全然。1回、2回、3回、4回。え？ 1 回、2回、3回、4回、5回、6回かな？ 6 回立てだ。6回立てだね。立ち上げ直したら聞こえた？あー、でもシャチホコがあるのがかっこいいね。シャチホコが。やっぱ忍者は屋根の上で戦うのかな。やっぱね、忍者は屋根の上で戦ってほしいよね。やっぱり。カレンダー？あ、和道カレンダー？誰が買うの？今のご時世。カレンダー、今最も売れないものだと思うけど。ちょっとあと社長にメールしとくわ。無事岡山着きましたつって。カレンダー買うの？
マニアックなのは売れるんだ。日本の白カレンダー。日本に白ってどれくらい残ってるんだろうね。白。岡山城。戦争とか戦の被害、まあ、これインスタ映えじゃない？こっから。正面より斜めの方かっこいいな。ここみんな写真撮ってるから多分ね、ここがインスタ映えなんだと思うよ。ここ。この辺から撮るのが、やっぱインスタグラム映えるんでしょ。この辺が、ドーンって。バランス取るの難しいな。でも斜めから撮った方が白かっこいいよな。そう、なんかこじんまりしてるでしょ。なんかでかい家って感じがするんだよね。なんかね、そうなんだよ。俺の言いたいこと分かったでしょ。でかい家なんだよね。でかい家。なんかこう豪邸感がすごいっていうか、わかる？ねえ、さっきの、いや、城でしょ、これ。わかるよ。なんかでもね、鶴ヶ城を見てしまったから、俺は。鶴ヶ城を知ってるとね、やっぱね、岡山城がね、ちょっとね、こう、ごめんなさい感が。鶴ヶ城の凄さがわからない。そう。大豪邸って感じだよね、なんか、うん、疲れたな、頭クラクラすんな、睡眠不足で。ありがとう牧野さん、花火ありがとう。ありがとうございます。岡山城に綺麗な花火が咲きました。ありがとうございます。あざます。姫路城はいいんだ。あ、どうする、後楽園行く？ドローンは俺持ってないからね。ワドーンだからね、ワドーン。みんなの目になるから。え、これって何？フリーで入れんの？入場料とか取ってないのかな。え、これ入場料とか取ってないの？え、フリーなの？すごいサービス精神だな。え、これフリーで入れんの？お金取らないの？あ、入場券販売って書いてある。うん、いっか。いや。やめとく。後楽園どうなの？後楽園。おすすめ？後楽園は。後楽園行く？いや、いいでしょう。撮影許可下りないよ。敷地内。後楽園も入場料いんの？そうか。後楽園広いんだ。行くの？行くの？やめよやめよ、よいしょ。よいしょ。日本三大名所の後楽園。パソコン。え、後楽園はどうなの？見た方がいいの？え、経六園なの？いや、わかんない。映像綺麗でしょ、うん、それが売りだかんね。唯一他の配信者に圧倒的に勝ってるものって画質と音声とかだから、ね、あとカメラワークとか。
後楽園はじゃあ行こう。後楽園は行こう、うん、なんかね岡山城はね多分ね想像がつく。後楽園はじゃあ行こう。いや俺城好きだよ。でもね俺はねなんかねあの岡山城は鶴の神バール一本で多分攻め込む自信があるんだよ。鶴の神だったらこの鉄の門をバールでこじ開けると思うんだよ。わかる？開けらんかいっつってここそう多分や鶴の神だったら破っていくと思う。侍だからね。配信会一の侍だったらやってくれるよ。岡山だね今。後楽園行ってみるか。ワドーさん。あこんにちは。ワドーです。何だと思います。うん、分かんないです。ヒトラーです。あヒトラーさん。あどうもどうも。はじめまして。風ですみません。うん、なんでリスナーさんって誰だと思いますって言うんですか。ヒトラーさんいつもありがとうございますコメント。パソコン持ってるとはまあ目立ちますよね。、うん、転ばないでよ。ヒトラーさんが来てくれた。この辺なんですか。岡山。あ岡山なんですね。岡山市内なんです。はい。車飛ばして。ああ来てくれたんですか。乗ります。え乗ってくれるんですか。いいですよ。マジっすか。止めてます今駐車場に。マジっすか、うん、乗せてください。後楽園ってどうですか。配信映したらいい感じなんですか。大丈夫だと思うんですよ、ね、はい。でも綺麗ですか。なんかこう見応え中には、はい、昔の、はい、みたいな刀とか鎧とか、はい、そういう飾り物が置いてあると思う。行きましょう。ちょっと見ていいですか後楽園。いいですよ。おいっす。お練り梅ちゃんいらっしゃい。乗せてもらえるって。刀と鎧があるっつったらそれ見なきゃ。昔ね子供の頃行った覚えだから。はい。確かではないんですけど、ね、はいはいはい。えでもなんでお城の方に刀とか飾ってないんですかね。向こうに飾ってんですかね。あ後楽園ですか。はい。後楽園はねただの庭ですよ、はい、おお城の中は刀とか、はい、ああそういうことなんですね、うん。後楽園とただの庭です、はい、庭園です。綺麗な庭園です。なるほどなるほど。整備されたアドリスなんて。年齢層広いよ。、うん、50歳です。あこんにちは。え何売ってるんですか。あバームクーヘンです。バームクーヘン、はい、あスルーされちゃった。怒ってる。あのお兄さんめっちゃ怒ってた。さっき走って逃げたのやっぱ嫌だったんだ。もうワン絡みはしてくんなかったね。あバームクーヘンっすって言われた、うん、あれはい、ワドさん、はい、もしよかったらうちに泊まりますか、はい、あ今日泊めてもらえるんですよ。あそうですか。はい、うん、そんなの大丈夫です、ね、はいありがとうございます。またいつかね、うん、車はね、はい、こっちに泊めてるんですよ、ね、あなるほどなるほど、うんバームクーヘンです。すごい怒ってたわ。どっか他の県から来てね。はい。なんか売ってるみたいですね。アンコロ餅とかそういうのを売れっていう業者がいるんです。はい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 。そういう人が、はい、頑張ってるんですよ。うん。さっき買ったんですよ。あそうですか。はい。うん、皮綺麗だなぁ。探すのに心臓が爆裂しました、うん、え、どうしてですか。早くしないと見失うからって。ああ、なるほどなるほど、うん、走ってきてくれたんですね。、うん、いやめちゃめちゃいいよ。みんな見る川からの風景。水川見たい人手上げ。川見たいみんな川。あ、女の子バージョンもあるんだ。川見たい川行くよ。超綺麗じゃない。超いい風景じゃない。
超綺麗だよ。すっごい綺麗じゃないみんな。川。これ川というかお堀なんです。あ、お堀なんすね。あー、危ない危ない危ない、あー、やばい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 、あー、ごめん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 。大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫。あー、やべやべ、落としかけた。ごめんね、みんな。ごめんごめん。酔ったでしょ。すっごい綺麗だよ。綺麗だね、街並みがね。うわーっつってね。下手か。そう、列の音っすね。はい、どうだったバンジージャンプ。下手だった。もう一回、ちょっとニコ生からやり直さないとね、こういうのは。細かいスキルはね。感覚すら持ってる。後楽園。なんだっけ、三大庭園、日本三大庭園。うん、そんな感じでね、綺麗なんですよ。はあ。要はお殿様の庭みたいな。うん、はあ。池があってね。はあ、うん、確か鯉も泳いでたかな。え、なんだ、ああ、自転車も通れるんだ。うん、すごいな。広島には寄らないっすね。申し訳ないっす。大阪、名古屋っすね。うん、ほうほうほう。は左側さ、はい。いや、新宿御苑みたいな感じでしょ、多分。川があるのいいっすね。川も山もあって。自然が最高っすね、うん。でも意外と栄えてるんですね、ビルとか。そうそうそう。はい、びっくりしました。うん、結構街でかいみたいな。うん、鳥のさえずりとかあっていいですよね。いやー、いいっすね。たまんないっすね。うん、またコメントが。電波が悪いなぁ。よいしょ。あ、ただコメントないだけか。ごめん、牧野ちゃんね、ちょっとバグだと思ってね、消しちゃったコメント。またってやつ。ごめんね。あのね、コメント消すとね、治るの。ただコメントがなかっただけだ。僕、勉強不足なんですけど、パソコンで電波を取れるんですね。はい、あの iPhone みたいなのだったらわかるんですよ、はい、電話とかだったら、はい、どこでも電波があるんですけど、 あれですよ、 Wi-Fi のモバイルの持ってるんですよ。そうか、はい。全然取れます。これ中に入るにはどっから入るんですか？中はね、はい、多分もうちょっと行ったら入る気があると思います。向こう側なんですね。ここを走ってきたんですよ。前ね、キオスクさんもここ来られたんです。へぇー、キオスクさんも岡山で配信してたんですね。そうなんですよ。へぇー、知らなかった。この前、あの上野公園の花見で見たんですけどね。はぁ、あ、あの、金梅さんも来てた。え、金梅さんも来てるんですか？うん、上野公園のね。上野公園、うん、野田通りとかの。ああ、はい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 。ちょっとヒトラーさん突っ込んでいいですか？いじっていいですか？いいですか？ダメ？ヒトラーさんいい？いいですよ。これ昔から知ってるキーホルダーなんですよ。はい、これちょっとキーホルダー紹介してもらってもいいですか？いやいや、全然。すっごいつけてますよね。目薬もあるんですよ。目薬もついてるんですか？これすごいことになってますよね。これスマホに繋いでるからね。はい。いつもあるように安全な、安心するんです。なるほどなるほど。うん、いいっすね。はい。ヒトラーさんのチャームポイントはやっぱワド見逃さないから。うん、まさかワドさんに死ぬまでにお会いできるとは。夢にも。今日あの、はい、パソコン立ち上げたらいきなり岡山配信ってメニューが、はい、あのホームで出てたんでね。はい、びっくりして、おお岡山のどこだ、表頂上がいて。
のひろしさんも来たんですよ。ひろし、あ、結構来てるんですね、うん、じゃあ。そう。ファンのひろしさん。はい。いいなぁ。ハートありがとう、お菩薩さん。もうちょっとしたらね、あの、はい、後楽園入れる日があるんですよね。はい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 。うん、後楽園入られますか？どうしようかな。後楽園入る？車でどこ行きます？後楽園入った方がいい？みんな。後楽園。でも結構でかいっすよね、これ。後楽園回るとしたら。うん、こっちだ。入る。岡山後楽園、岡山県立博物館。本当だ。じゃあ入りますか。岡山後楽園行くよ。日本三大庭園。日本三大庭園。日本三大庭園に日本三大頼目が入るよ。歴史的瞬間だよ今。頼目が勝つか庭園が勝つか。あー、いい感じ。いいわ。でも喫煙所がところどころあるのがいいな。ちょっとじゃあ撮影許可をちょっともらってきます。そこまで多分分かる。はい、撮影許可取れなかったらやめよう。あ、本当ですか？了解です。僕出しますよ。じゃあ障害者だったら無料になるかもしれない、はい、多分無料になると思いますよ。しそいに一人だから和道さん無料になるかもしれない。マジですか？なんかすごいあれですけど、はい、ちょっと聞いてみますね。あ、本当だ、書いてある。すいません、お尋ねしたいんですけど、中って撮影禁止なんでしょうか？どういった内容の撮影ですか？YouTube みたいな生放送のやつなんですけど、特に、観光客とか他の人とか映したりはしないんですけど。ドローンを使ったりとかはしない？あ、しないです。こういうビデオ、パソコンでビデオカメラみたいに撮影をしたいんですけど。営利目的ではないんですか？営利目的ではないんですけど、広告料とか入っちゃう場合だとダメですか？少々お待ちください。はい。ラドさん、さすがですね。いや、これ、こういうことをちゃんとやらないと、やっぱ、クレームめちゃめちゃ拾うんで。そうですか。はい。僕だったら強引に行っちゃうところで。いや、だから今伝えたじゃん。寄っておきますか、他の人が多分。大丈夫ですよ。すみません、障害者は無料なんですか？そうです。ご本人とのもし作り上げれば。そうです。はい、はい、わかります。駐車料金も減免になります。あ、わかります。あれ、はい、一応、まあ、65歳になったけど、これ、はい、じゃあ140ですね。140、はい、あと、もう一人は、もう先、京都のやつ健康でもこれ持ってないから、僕もらえる？あ、どうぞ。はい、京都の。はい、ありがとうございます。大人一人とシニア一人。
はい、一応動画の撮影で風船にお金が発生するようなものでしたら14,290円の撮影料と支援料が必要なんですが、はい、ああそうなんですか、わかりました、ありがとうございます、大丈夫です、はい、ありがとうございます。ダメだダメだダメだ、14,000円いくらと入場料が必要だってやめよう。後楽園、あでもテレビクルーがいるからあの人たちは多分払ったんだろうな。残念でした。いやでもそういうもんだよ、うん、そう普通だよ。いいところはいいって言うんだけどダメなところダメよ。いや正直言って後楽園何もないですから、はい、ただの庭園ですから、はい、おじいさんが行くのにおじいさんおばあさんが見るのに。あトシさん教えてくれてありがとう、うん、あいいよいいよ、だって1万いくら払ってさもったいないじゃん。ありがとうホルホルさん、花火でカバーするよって。いいよいいよやめとこ。いやそういうもんよ、エイリーっていうのは。うん、そうそう、地上波とかねテレビの価格帯なのよ。だから俺ら YouTuber とか困っちゃうんだよね。そう、まあできる限りでねいい風景とか撮れるからそこで楽しんでこうよ。ここら辺がちょっと後楽園に似てますね、はい、そうですね、うん、雰囲気、中がね雰囲気、うん、ちゃんと盆栽、盆栽じゃない綺麗ですよね、うん、松の木とか、うん、綺麗に整備されてね。ヤナラッキーいらっしゃい、ありがとう。僕も地元ながら後楽園はあんまり入ったことないんですよ。あ、そうですか。地元だと意外とないですよね。ないんですよね。もうそれが当たり前のような感じで思う、はい、僕もあれですもん、成田さんとか成田が地元なんですけどあんまり。ヒトラーさんリスナーさんだよ。ヒトラーさん、あ、コメントで説明ありがとう。でもこうやってもう本当いつもありがとうございます、ヒトラーさん。あ、いえいえ、はい、超嬉しいです、お会いできて。桜も散ったでしょ、ここ。そうですね、ずっと全部桜だったんですよ。昨日桜なんですよ。昨日あたりでダメになっちゃったんですかね、うん、もう雨も降ってね、とどめで昨日の雨ダメになっちゃったんです ね、うん、そうそう、きのこさん岡山に来るきっかけはね、今日の夕方に社長さんにバーを出したからそこで放送してもらいたいっていうことで、なんていうの、バーで配信する依頼ですねがメイン。あとなんか仕事の相談がしたいっていう、こっちは当たっときますよ。あ、了解です。岡山にはね、はい、まだ後楽園みたいなところもあるんですよ。へぇ、三山公園ってちょっと玉野市の方なんです、ね、はいはいはい、うん、もしよかったら連れて行きます。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。一日店長ではないよ、お店で普通に飲んで配信してもらいたいっていう風に言われた。でもしリスナーさんとかもリアトツ飲みたかったら全然 OK って言われてるよ。あ、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです、お邪魔します。後ろ乗っちゃっていいですか。ありがとうございます、お邪魔します。じゃあリスナーさんの車にお邪魔します。よいしょ、こっから近いんですか。三山公園ですか。はい、ちょっと距離あるんですけどね。はい、うん、大丈夫ですかね。あ、全然全然。30分ぐらいかかると思うんですよ。5時に待ち合わせなんですよ、駅前に。あ、そうですか。どうだろう。あ、それではちょっときついかもしれませんね。微妙ですかね、うん、
そうですよね、着いてすぐトンボ帰りになっちゃいますもんね、うん、なんかどっか行きます？あの他に近場で、近場だったらどこがあるかな。ああ、それじゃあ宮間公園を通り抜ける感じで行きますか、はい、それでちょうどドライブみたいな感じで、そう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 、いいですか、ちょうどあの、はい、これあの、あ、できた、じゃあドライブで美浜公園に連れて行ってもらえるってありがたい。気がつかなくてすみません。あ、いい、とんでもないです。すみません。なんかわがまま言っちゃって。はい、すみません。深山公園、わかんない。はい、どうも。深山綺麗だね。いや、ドライブだ。安全運転で行きますね。あ、お願いします。ちょっときあの危ない時もあると思いますが、すいませんが、本当に。あ、いえ、とんでもないです。ヒトラーさんも長いんですか、配信見始めてから。フワッチはね、はい、1年ぐらいですね。フワッチ1年ぐらい、はい。他のサイトは見てたんですか？ニコ生とか見てて。はいはいはい。あと、ツイキャスは最近あんまり見てないんですけどね。昔ヤフーチャットっていうのがあったんですよ。はい、それにハマってますね。ダメの喧嘩凸ばっかりでね。ヤフーチャットって今あの生き残ってる人いるんですか？あのヤフーチャットがやってた頃の配信者って今でもやってる人っています？オーカーとかにはあのファイチにいるんですよね。へえ、桜の花とかに。あ、え、あのオーカーさん、あのおばちゃんの大阪の、いや男の王か、うん、分かんないな、あんまり知らないと思うんだけどね。はい、それでそのヤフーチャットが終わって、はい、外国チャットのあのパルトークとかみんな行っちゃって、へえ、政治部屋とか開いちゃってね。ほう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 、うん、でもパルトークも人が少なくなりました。ほうほうほう、うん、なるほど。ヤフーチャットってでも相当前ですよね。そうです、ですよね、うん、じゃあ結構もう配信はいろいろヘビーで見てるんですね。そうですね、まあ、ちょこちょこと、あ、5時に、駅に待ち合わせなんですね。そうなんですよ、岡山駅5時に待ち合わせなんですよ。あ、そうですか。はい、この中、タバコも大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます、うん、ねえ、岡山の良さ知れていいよね。地元の人にね、案内してもらうのが一番だからね。さっきシンフォニーホールが出てたでしょ。はい、あの丸いドームみたいな。はいはいはい、あそこでコンサートとかよくね、あの、はい、クラシックとかそういうのがあるんです。はー、うん、僕らあんまり行ったことないんですよね。ほう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 、うん、じゃあなんか音楽とか聴いたりとか、そう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 、演歌とか聴いたりとか、うん、バンドとかも来るんですか？そうなんですよ。ほう、ミュージカルとかだ。そうです。はい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 。左に行くと市民会館ってあるんですよね。はい。市民会館。うん。そこでも結構何
なんかいろんな催し物やってるんですか。そうなんですよ。あ、ありがとう。うわー、牧野さんありがとう。ファンタスティックありがとうございます。ありがとう。あ、今富士急なの富士急ハイランドにいて俺の放送を見てるって、それなんか多分友達怒るでしょ。ありがとうねありがとう、ファンタスティック。すごいな、待ち時間なのかなドドンパの待ち時間とかで和道の放送見てんのかね。ありがとうございます。またぜひぜひ来てください。岡山も長いんすか、ヒトラさんは。地元っすか、完全な。もう40年ぐらいですね。生まれも育ちもって感じですか。そうなんです。あ、岡山の一番の魅力って何ですか。桃とか果物が美味しいと思うんですね、はい、マスカットも有名ですもんね。あと晴れの国と晴れの国、災害が少ない。あー、じゃあ、あれなんですね、じゃあ。そっか、地震とかも少ないんですね。地震はまあちょこちょこありますけど、はい、天災とかその雪が積もったりそういうのがない。あー、じゃあ本当に穏やかというか、そうそうそう、いいですよね。住みやすいんですね。ただやっぱり一つ取ると一つ勝てることが出るというか、うん、やっぱりその雪が積もらないからとか、いろいろ水害がないから、台風がどうだとかいう気ないから、はい、人との助け合いっていう心がないんだね。なるほどなるほどなるほど。だから人間が風化したっていうね、はい、人間関係ね。へえ。ちょっと隣近所でも、はい、隣の人が何をしてるかいうまで分かるところもあると思うんですけど、もうちょっと都会っぽい感じですね。そうそうそう、自己中が多いって多分岡山のリスナーさんなんですよ。その通りって言ってますね。へえ、県民性だで、移住者が増えてるって書いてますね、うん。あと車の運転雑って本当ですか。なんかウィンカー出さないとかコメントであったんですけど。あ、そうですか。はい。え、なんかてますけど、ね、ああ、いえいえ、すみません本当に。あ、違います。なんか普通に、うん、あれですよ、ヒトラーさんの運転がってわけじゃなくて、あの県民性として車の運転が荒いって書いてますね。あ、そうですか。それはあるかもしれませんね。へー、うん、南は都会っぽくて北は田舎の感じなんだ。へえ、面白いよね。なんかその土地土地のなんかこう雰囲気というか、うん、ウィンカーを出さない人が多いんだ。へえ、あ、本当だ。みんなウィンカーウィンカーって書いてますね。住んでる人が言ってるのが間違いないですよね、これ。今岡山リスナーさん結構見てくれてるんですよ。近くないとウインカー、近くにならないとウインカー出さないっていう感じですよね。おー、すぐ曲がる直前でいう感じね。あとジーンズが有名ってなんかすごいコメントがあるんですけど。あ、それはね、岡山の小島。小島、倉敷市小島っていうところがあるんですけど、はい、その方がジーンズとか結構有名ですね。へー、うん、なんかその岡山のオリジナルブランドみたいなのがあるんですか。うん、ジーンズの発祥地なんですよ。へー、そうなんだ。うん、え、日本ジーンズ発祥の場所なんですか。うん、多分ね。へえ、うん、ほうほうほう、なるほど。おお、すげえすげえ。お、隣ほら、路面電車、路面電車、あの最新の方じゃないやつ。路面電車って結構歴史古いですよ。ですよね。広島でも原爆落ちたぐらいの時からあったんですか。マジですか。へえ、そんなに前からずっと走ってんですか。そうなんですよ。それはあんな音しますよね。ガッチャガチャ言ってましたもんね、古いやつ。すげえな。なんかでもかっこいい新しいやつもありますよね。そうそう、最先端の新しくね。はい、
ジーンズ、リーバイス。いや、でも見てみたいよね。どういうジーンズなのか。岡山、その駅前とかにジーンズ屋さんとかもあんのかな。ああ、あると思いますよね。あります、うん、あ、それ、ジーンズよくわからないんだけどね。はい、うん、最近ジーンズハマってて。ああ、そうですか。はい、ちょ、見てみたいですね。あ、どっかジーンズでいいとこ。あ、はい、検索できればいいんだけど、今あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あの、明日もいるんで、僕。あ、そうですか。はい、検索して夜。プラスチのね、はい、小島っていうところはジーンズが多いですよ。ジーンズの博物館もあります。へぇー、うん。え、オーダーメイドで作れんの？ジーンズ。マジか。へぇー。すげえな。プラスチ小島行こうと思ったら結構時間かかりますよ。結構遠いっすか？うん。あ、電車だとどれくらいかかるんですか？電車だったらどう？はい、あの瀬戸大橋線ですね、今聞いて、うん、はい、それで、どのぐらいだろうね、30分ぐらいかかると思います。おー、うん、まあまあ30分ぐらいだったら、うん、全然、うん、和藤さん、あのジーンズ売ってるところ僕はあんまり知らないんですよ、はい、正直ごめんなさい、本当に。あ、全然全然。知ってたら今すぐ行くんですけど。ははは、大丈夫ですよ。はい、どこ行っていいかいう感じなんですね。迷いますよね、意外と。知ってれば知ってるほど難しいですよね。そうなんですよね。うわ、本当だ、運転あら、何？嘘でしょ、え？考えられないんだけど。交差点の真ん中までおばちゃん乗り出して、バックして戻ったんだけど、今。すげえな。いや、年寄りの事故が多いんですよ。いや、これ結構なかなか、すごい運転が見れましたね。いや、だから、交差点までおばちゃんが普通に真ん中に止まってんの、おばちゃんが。で、そのヒトラーさんの車ブーンって来たから、何食わぬ顔で普通に交差点バックしてったの。すげえな。なるほど。これでも、いい体験だよね、地元の。東京の方はどうですか？運転荒いですか？東京の方、運転荒いっていうよりも、うん、なんていうんですかね、もうずーっと渋滞です。あ、そうですか。はい、なんだろう、もうとにかく渋滞と、あともうなんかもう入り組んでてどこ曲がっていいのか分かんないですね。あ、そうですか。怖いっすよ。あ、首都高なんか乗ったら出れないっす。まあ、はい、通勤、交通時間が進んでるから車乗る必要もないしね。そうですね、もうどっかしら5分歩いたら駅にぶつかるんで。だからね、ここみたいな田舎じゃないですかね。なんかもう便利は便利なんですけど。そうなんですよ、うん、あら、マクドナルドが新しくなったんですよ、ここ。あ、本当だ、うん、和藤さんは服とかどんなんですかね、はい、やっぱり昔の中古とか着るタイプですか、それとも新品を買うタイプですか。新品買いますかね、服は。あ、そうですか、はい、リサイクルとかそういうのはあんまり興味ないん。あんま、なんかあるんですか、いい店。別に古着も着ますよ、全然。最近あんま買わないかな。あ、そうですか、はい、ていうか僕、ファミリーマートで売ってるあの無印の T シャツなんで、いつも。あ、そうですか。そうなんですよ、服屋にあんま行かないんですよ、僕。あ、そうですか。今どのあたりなんですかね。ここがね、正規橋っていうところ。あ、北区の。そうですよ。あ、じゃあこの辺だ、店。あ、今日正規橋って言われてるんで。あ、この辺だ。あ、そうですか。はい、正規橋だって。やっぱり配信者が岡山に来たら結構リアドするんすか、ヒトラーさん。どうですよね。誰か今までしました？
きよしくさんとパンのひろしさんぐらいのもんです、ね、ああ、うん、あと島次郎さんも来られたんですよ、はい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 、島岡山のイオンの辺でね、へえ、ちょうど駐車場で待ち合わせして分からんかってね、駐車場がいろいろあって、はい、で会えんかったんですよ、はいはいはい、すれ違っちゃったんですね、そうなんですよ、もともと何系の配信が好きなんですか？ここが蔦屋です。ここが上司です。あー、上司、あの大阪が主人 の阪神タイガースの応援の、はいはい、電気屋さん、へー、あ、ヨドバシカメラとかそういう感じです、ね、あー、なるほど、うん、関東で上司って見たことないですね。ですよね、はい、大阪ぐらいが主だと思うんですけど、大阪ではもうすごい有名なんですか、上司、有名ですね、あー、リアトツ大歓迎だよ、来て来て、なんでしたら、リサイクルショップ行ってみます？リサイクルショップ行ってみます？結構でかいんですか？ぼっちぼっちいう感じで、服が結構多く置いてあるんでね、はいはいはい、和道さんいいかなと思って、なるほど、うん、行ってみますか。じゃあ美山公園は桜がもう散ってるから行ってもあれかなと。そうですよね、時間的にも間に合わないんで、そうそうそう、じゃあちょっとおしゃれするか、岡山来たから。いろんなものが置いてあります。ただ撮影許可どんなだろうな。撮影許可多分聞けば聞くほど取れないっていう。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でもやっぱり聞かないともう絶対通報入るし。あ、そうですか。そうなんですよ。どうしようかな。まあトライしてみるか。俺は持ち前のもうあれなんだよ。もうアンチ通報中との戦い。でもね、通報中って意外とみんな知らないかもしれないけど。通報中って配信許可取ると通報しないの知ってた？こう、あのね、奴らにも奴らなりのマナーがあるんだよ。知らなかったでしょ、みんな。だから、俺、要は配信許可取らなかったら、通報されて出てけって言われるんだけど、配信許可取ったら電話鳴らないの。だから、奴らは奴らのルールがあるの。俺それ発見したんだよ。いろんな考えの人がいますからね。そうです、そうです。だから彼らのメッセージはお店の許可をちゃんと取ったらいいに決まってるじゃんっていうのが分かったんですよ、うん、そう。だから僕意外と通報されない配信者なんですよ。ああ、はあ、撮影ダメって言われたら引くタイプなんで。ああ、はあ、はい。で、レンさんいらっしゃい、風船ありがとう。いやでもあの池袋に西口に公園があるでしょ、はい、噴水がね、はい、あそこで泳いでたんじゃ前見ました。え、誰が泳いでたんですか？中西マンって知らんですか？はいはいはい、知ってますよ。え、中西マン公園で泳いでたんですか？婦人警官がちょっと寒いから肩引くでしょ。アホだなあいつ。中西マンアホだな。ここを右に行ったら、そのリサイクルショップがあるんです。はい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 、多分ジーンズとかも置いてあると思うんですよね。見てみましょう。はい、はい、意外とお宝ジーンズとか埋もれてたりするから、中古の、うん、探してみようか。値段が高いところは結構多いとは思うんですけどね。はい、うん、リーズナブルでこういいのを探すっていうのは大事ですからね、うん。僕が目当てにするのはいつも安いのばっかりなんです。でも安くてもいいのはありますからね、掘り出し物で。たまに安いということは素晴らしいことなんですよ。それだけコストをかけないで作れるということは事実ですからね。そうですね、高くかければ誰でも作れる。そう、そうですよね、いいもの作れますもんね、うん、値段さえかければ。うん、安くていいものを作るのが難しいですもんね。んすみません、なんか変なことばい言ってしまって。もういいよ全然。申し訳ない、なんか和道さん。